い、ドラキーです。KOF98 アルティメットオンライン実況やりましょう。今回頂上決戦の方をね、やっていきます。スキルモード来てますね。はい、で昨日ね録画してたんですけどね、5連敗したんですね。でもう最初3連敗した時点でね録画やめたんですよ。ちょっと嫌になって。でやっぱり勝ち動画ばっかね上げてるつもりはないんですけど、見栄えのいい動画だったらね負けてる試合ももちろん上げてますし、でやっぱ負け動画を上げてもねあんま面白くないと思ってるので、やっぱ全滅とか、うまくいった動画とかを載せる方がね見てる方が楽しいかなと思うので、まあ、昨日の試合みたいに一方的にやられたり何の見栄えもない試合っていうのは基本的には載せないので、で今回も、まあ面白かったらもちろんね負け動画も載せていくつもりなのでね、であとやっぱ毎回こう録画もできるわけじゃないから、できる時にやるって感じでやってますのでね、そんな感じでいきましょうか。スキルモードランクバトル押しました。スキルモードね、こい先行。もうね状態異常とかもうキャラの差じゃないですか、スキルモードってね。スーパーモードはまだ面白いんですけど、スキルモードっていうのはね、僕はあんま好きじゃないですね。キング、まあ、とか言いながら天狗としてるんですけどね。おハオマル来ましたね。これはどっちだ、ヤシロか。こっち後手なのでね。ああ暴走いるがいる、暴走じゃない本能ね。ってことは向かいか。本能でどっちにしろ、怒り下げられるので、どうしようかな。前捨てよう、キング置いて防御型がヤシロですね。参ったな、これもどうせ本能いるのでめまいとかね無効なんでね。そうやな、ベニマルでも置こうか。厳しいな、本能よりがほんまに強いですよねこのスキルモードでも。うん、怒り吸収なんで、このままいきましょうか。しっかり吸収なんでゲージの溜まりもやっぱねすごい速くなるっていうのもすごい強い点かなと思います。前はやられますが、本能よりが誰の怒りを下げてくるのかって感じ。もう溜まってる、なんでや。普通溜まらないですよ今のスキルは。一旦目溜まらないんですけどね。やっぱハガマル倒しに来ましたね。ちょっとやめてくれ、強すぎやろ。ここは向井出そうかな。向井、そうやな。ヤシロか向井か迷うんですけどね。ヤシロ行きたいかましましょうか。一番嫌なのはやっぱハオマルがやられることが一番嫌なんですよね。だから今迷ったんですけど、このテリー殺したくない。ハオマルが、ちょっとねアッシュ多分打ってきますよねもう。でハーマルにまで危害を加わらないようにしたいんですよね。やっぱりちょほんま強すぎやな笑けてくるぐらい強いっすね。これ天狗いけるかな、どうやろう、どうでしょうかね。ほんのより倒したいですけどね。行きましょう、ちょっとわからないがキングにお願いするしかない。リュウコランブをほんの夜にぶつけたいんですけど、幻影ハリケーンでテリーを倒せるかどうかわからないんですよね。ああこうなるか、これが嫌なんですよね。打つしかない。今のミスりましたね、やっぱり。さっき向かいやったかな。量は打ってきますね。量はね打ってきてもいいんですよ、キングに飛んでくるので。点数か、回復をするつもりか。
代目流行乱文、これは全然いいんですけど、あ、死なへん、死んでくれよ、これは具合悪いぞ余計。ちょっとマジ本能強すぎてやばいっすね、マジでやばい。あー参ったな、風神山打つ必要ない、あもう一旦我慢しよう。本能溜まってそうですよね、もうどうやろう。溜まってても打たないパターンもありますね。うん、考えてますね。あ、打ちますね。こうなると歯までやられてしまう可能性が高い。参ったな、頼みの綱なんですけどね、歯までが。お、そのまま空手に来てます。これはこっちとしては助かったな、向井を出せるのでね。向井、そうですね、こう行きましょうか。まずは天下風神山ですね。石化、おし、ほんのより石化だ。これはいいぞ、これは、どういこうか、こうか、よしよし。おっと、この石化はだいぶ大きいぞ。今の石化してないとね、多分倒せなかったんですよね。で、アッシュも今怒り下がってる。あー、熱室今日や、忘れてた、これは参った。これはクリザリッドの調筆で戦記モードになってくれた方がありがたいのどっちかというと。あ、なるほどね。これアッシュゲージ溜まってたかな、アッシュのゲージ溜まってたかちょっとわからないですけども、このまま行きましょうか、賭けで。このまま行って、アッシュのゲージ溜まってたら魔像がやられてしまう可能性がある。あー溜まってる、クリティカルは出ない。どうやろうか、多分やられますよね魔像。耐えてくれ、頼む。うお、くそー、ここ行くしかない、クリティカル、よし、これはまだわからないぞ、ゲニがいるので。全員の怒り下げて、熱室今日は叩いておく、めまい、よっしゃー、いいですね、そのめまい大きい。どういったらいいのかな、こうか、厳しいか、でもこれでも厳しいか、あ、逆やったのか今。めまい、めまい、これは負けましたね、おそらく。まあ、考えてるってことは溜まってるよね。うん、そりゃそうか。クリティカル、あ、復活した。これはどうなるか、体力の勝負かな。復活したけどどうなるのか。あー、体力で負けた。あー、ゲーニッツ前に出しといたら今のいけましたね、結果論やけど。はー、参りました、スキルモード今7連敗ぐらいしてますよ。あ、間違えた。やっぱり嫌です、このモードは。普通にやりたいっす。普通にもう禁止モードとか8問モードがいいな。はい、じゃあこんな感じで終わりましょうか。
頂上決戦ね、スキルモードやっていきますね。現在7連敗中です。ガチです。全然語らへんスキルモード。はい、押しましたよ。スキルモードほんま嫌なんですよね。もうね、バンバン状態異常されるのがね、めっちゃ嫌なんですよ。スキルで。で、これ先行後攻もめっちゃ大事やし、キャラもめっちゃ大事っすよね。崎山。こっち後手ですね。ハーマル来ました。チートスキル。うわぁ。これなんや。ちゃんご飯取りましょう。全部防御が出すね、今。ジョンフン。勝てる気がしません。LR 行きましたよね、ほら。向かいが。こっちオメガですね。で、向こう先行なので、どうしようかな。お、イグニスはありがたいぞ。創世亀できますね。オメガ出すべきか、最初に。ちょっと迷う。スキルやから、出すのもありかな。で、ザキヤマかチャンコーハンなんですけど、ザキヤマの方がいいな。チャンコーハン復活してほしくない時があるのでね、これでいきます。暴走いたんか。暴走のみですね、向こうの UR。これはチョイを倒したくないので、調整をしていく。暴走打ってきますよね。オメガここに置いておけば麻痺する心配ないのでね。オメガ麻痺無効なんで。あ、どっちにしてもまあイグニスいるから無効なんですけどね。これ全滅を狙いたいので、やっぱり。ですね。そうやな。全滅を狙うにはどうするかってとこです。ここ行きましょう。ジョンフンがいるのでね、こっち。オメガはまあやられてもいいんですけど、このまま行きましょうか。いや、このままじゃまずいかな。どうしようかな。そうやな、このまま行きます。ですね、ラルフを下げる。暴走が毎ターンスキル出るのが本当ね、そこだけなんですよね。復活するが、これまだ無理かな。行きましょう、ジョンフンで。天下風神山、こうですね。行ってみます。天下風神山でラルフを倒せるですよね、これは。さすがに固定ダメージあるので。で、イグニスでしょ。ジョンフンがすごい火力を出してくれると思います。どうだ。ました。もうスキルモードなんでね、やっぱりバンバンこう状態異常とかもされるので、倒せそうな時にこうやって倒さないとね、やられちゃうんでね。今のはもうちょっと無理していきましたけど、オメガをね、おとりにできましたね。はい、よかったです。でこんな感じで今回終わります。ご視聴ありがとうございました。